ここからなかなかボールが回っていきません。あーやられた。そしてスミス、スミスがダンクに行きました。いやまた千葉ベンチが盛り上がります。しっかりコミュニケーション取ってほしいですね。藤永、ここはスミスへ、スミス、うわすごいですね。すごいクラッチでしたね。いやどこから飛んだんですかね。今スミス、今入ったナシード・ファナース、彼らがどこまで伸びていくか。スミス、スミスのアリウープに沸きます船橋アリーナです。ボークプランも今行ったんですが、もう一度飛ばし、あーっとボールパス、カースミス、また高さを見せました。2本目は来ないか。さあスミスが行く、おー抜けた、スミスダンク、すごいですね。さすがな運動能力でしたね。今も靴1つ分しか多分間なかった。第1クォーターのラストプレーになるか。逆転のショット、また来たスミス、うわー決めた、そしてこのディフェンス、これを上げていってスミスがボールを拾って、これが千葉の形、これがスミスのダンク。しかし決まりそうな期待感があります。スミスのスリー、ノービッグマンラン、おーブロック、ザンクに対してスミスのブロックショット。あーファウルでも止めた方がいいっていう感じ。ビクローがスミスのスリーポイントだ。ゴールだ、眠っていたスミスが起きました。あれです、あれです。さあ残り4秒、富樫前から当たりに行きます。群馬です。八村がついていくスミスに対して、スミスのスリー、うわーなんとブザービーターロボ3が決まりました。あれ以上のディフェンスできないんじゃないかな。いや今日すごいですね。